こんにちは、こんばんは。カオル TV のカオルです。今回は茨城県つくば市の JAXA というところに来ました。ここは日本のいろいろな宇宙についての研究をしているところで、今話題のハヤブサ2という惑星探査機を作ったすっごいところなんです。で、今後ろに見えてるあの大きいやつはH2 ロケットというロケットで、実物大で今 50m あるらしくて、でまずそこに衛星がこういう折られて入ってる感じで、ここには入ってないんですけど、実際のロケットにはこの最初の先頭あたりに入ってるみたいで、で、あそこについてる横の小さい小型ロケットみたいなのは地球の引力から脱出するための、補助ロケットというもので、あれはもうなんか地球から脱出、こういう地球があって脱出するともう捨てられちゃうやつなんですけど、でそこからロケットいろいろどんどんこう軽くするために捨ててって、最終的にそこから衛星が出るっていう仕組みになっています。ここから見てもすっごい大きいです。ちょっとあの辺の人がいてすっごい大きいです。今から衛星の実物大のものとかがたくさん飾ってあるところに行ってきたいと思います。行きましょう。ここに今から行きます。スペースよ。日本の放送衛星っていう、山の奥の人とかがテレビをきれいに見たのにすごい難しいから、それで電波を送るっていう感じの役目の衛星です。これもすごい大きいです。ゲームとか出てきそうなやつですね。どの衛星もすっごい大きくて、これもキンキラキンですっごいピッカピカなんですけど、これでどうやって大地って名前で衛星で、これが南極の地図で、ここから地図が作られてるんです。これがこの今すっごい広いところが地球の全体です。で、ここから上が他の国の、衛星とくっついてます。いろいろなボタンが本当に飾ってあります。何から反対ポーズもありますね。ところが、この今さっき入ってたのがあれなんですけど、あれなんですけど、これこの大きさが、これ日本の希望のやつで、たったこれだけなんですよ。これだけであんな大きいんですよ。だからこれ全体本当にすっごい大きいところがあります。
さっきの希望です。さっきのこの外にあった A2 の20分の1の縮尺の模型です。日本って英語で書いてあります。ジャパンでもさそうなんですよ。これは1分の1だから23センチの本当の大きさのペンシルロケット。ペンシルロケットめっちゃ。ペンのロケット。これが初代ハヤブサです。ピカピカですけど、まあこれは本当に飛んだやつじゃない。これでも大きいですよ。これが今すっごいホットな話題のこれハヤブサ2の実物ラインです。今2億8千万キロ先のリュウグウっていうところから時速8万7千キロの20秒で東京から大阪に行けるぐらいの速さで帰ってきてるみたいです。無事に帰ってくるといいですね。これだけ、これ2枚でもう僕より大きい。これ僕が今165センチです。今日は JAXA をご紹介しました。1年後のハヤブサ2が帰ってくるの楽しみです。ではチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもよろしくお願いします。さよなら。